にちは、プロスパイズマンです。今日はですね、発送前のカメラの紹介でした。こちらです、キャノンのですね、ちょっと逆光で見づらいですね、どうしても、よいしょ、このぐらいしか出ないですけど、こちらですね、キヤノンの EOS X8i ですね、レンズは標準のものがついております。こちらです、18から55の、ISSTM ですね。で、こちらの標準のレンズがついたものをそのお客様の方に、出荷させていただきます。商品ページもこのままです。で、以前にもお話をしてるんですけど、よくあるのはこれですね。この、28から80ミリのレンズですね。この EOS KISS でもこのフィルムカメラ時代の、ものですね。これフィルムカメラですね。の時代のレンズを、取り付けて販売しているカメラがあるので、注意してください。実際には取り付けはできます。取り付けもできて撮影もできます。まあ、違和感ないかもしれないですけど、かなり古いレンズで、古いレンズでしょうか、この赤い点ですね、こちら白いですね、もう赤いこのマークのついたものはかなり古いレンズなの で、これがついた状態で販売しているカメラが非常に多いですね。これをですね、買ってしまうと後からすごく後悔することになります。例えばですね、このカメラを手放す場合、買取店に持って行った場合、カメラレンズセットですか、査定お願いしますと言われてもですね、このレンズが付いていることによってもう値段はつかないです。やっぱりですね、標準のものが付いていれば買取の査定にはなります。なので購入の際は必ず、純正標準レンズをつけてください。古いモデルのレンズをつけたものは手を出してはいけません。必ず後悔します。で、これ作動確認ですね、先ほどもしたんですけど、問題はないです。実際このカメラを撮影しています。ちょっと明るさの問題ですね。よいしょ。実は言うと普段もですね、私もこのカメラを使っているので非常に軽くて使いやすくて、Wi-Fi もありますので転送も可能です。これ以前撮った写真ですが、ここにありますね、表示が、Wi-Fi 機能であります。なのでこれ設定できますので、このカメラは Wi-Fi のついたカメラになります。あとですね、この後、センサークリーニングをしていきたいと思います。レンズ外します。これですね、今すぐクリーニングの下に、手作業ですね。で、クリーニングするとあります。これを押します。そうすると、OK ボタンを押すと、バッテリーのちょっと残量が少ないので、後でですね、もう一度再度、充電してですね、センサークリーニングをしたいと思います。バッテリーの残量が少ないとですね、ミラーが上に上がらないので、実際使うものはですね、こちらのヘラーですね、専用のヘラーとこの溶剤を使います。これはもう普通のカメラ店やショップの方で同じような作業をしてますので、私も同じような作業をしていつもやっております。作動確認の方はですね、問題ありませんので、この後センサークリーニングして、お客様のお手元に
届けたいと思います。簡単な説明ですが、実際ですね、この EOS X8i の、撮影はですね、インスタの方でかなり枚数撮ってますので、まあ、他のレンズをつけたものですね、広角レンズとか、いわゆる、シグマの、カミソリマクロとか使ったものを、装着して撮影しております。インスタグラムの方はですね、奥村和弘とひらがなで検索していただければものすごくいっぱい出てきます。簡単な説明になりますが、以上になります。よろしくお願いいたします。